じゃあ次のコーナー行きましょう。はい、次のコーナーは題して新に来た名古屋やったかインタビューです。のこと、ついに中田さんにインタビューしてしまいましたね。はい、あのこのコーナーはですね、私たち Perfume の音楽プロデューサーである中田康隆さんがどんな人なのかって、うん、ゆかたちは現地を食べてる人とか充電されてる人って言ってるんですけど、実際よくわからないので、そうだったっていうところを多分スタッフさんがインタビューしてくれたという、なんかいろんな人から疑問が来たので、それについてお答えしていこうということで、ついに結婚したんですよ。いいね、客の目線分かってる ね、もう視聴者バッチリね、バッチリ使ってるんで、本当分かんないから中田さんは ね、まあね、私たちも中田さんは4年ほどの付き合いなんですけども、うん、まだまだ全然わからない、全然わからないので、はい、自分たちも楽しみですね、うん、はい、行ってたいと思います。はい、せーの、パッ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 パフューム。いつ始めたか、別にいつ始めようかなとかと思って始めたわけじゃないんでよくわかんないんですけど、やってるうちにそうなったっていうか、なんか好きなものがたくさんありすぎて、音楽以外のこともいろいろ、どっちかというと服ですね、僕の場合服っていうか、あの学生の時になんか友達がなんか美容の仕事しててやってたショーとかの音楽頼まれたりしてて、そういうのに関わってるうちになんかっていう関係ですね、そういうジャンルが。それまではなんかデザインの仕事はしてたんですけど、音楽を本格的にやり始めたのはカプセルからっていう感じです。まあ、決まった方法はないんですけど、いつもだいたい音楽どういう曲を作ろうかっていうのはあんま考えてなくて、それよりもどういう雰囲気のものにしようかなって漠然と考えていることが多くて、アルバムとか作る場合とかも、あの中身ができる前先にデザインとか始めちゃって、で仮のアルバムのジャケットとかを初めに例えば作るじゃないですか。それをこうノートパソコンとかの画面に表示しておいて、こう置いといて、それ見ながらこう曲を作ったりするんですよね。アートワークみたいなところから入ることはすごい多いですね。音がそれについていくっていうか、うん、作曲は早いですね。作曲は本当に 2,3 時間でやって、うん、まあ、レコーディングとかその後したりするのにもよるんですけど、多分作ってる時間は本当にパッと作る感じで、なんかパッとできないものはやっぱりいくらやっても良い曲にならないんですね。モチベーションが上がってる状態のまま最後まで完成させてしまった曲じゃないと、まあ、聞いた人も分かりますよね、これなんか煮詰まって作ったなっていうのは、うん、なんかポップな音楽だと思うんですけど、カプセル自身はでもすごい実験もやっていて、そこでなんかこう生まれたものとか発見したりするものも多くて、それをいろいろいろんな他に曲を作ったりする場合に還元していったり、次さらに進化していったりすることもできたりするような、まあ、基地みたいなそんな感じですかね、カプセルを。きっかけなんか、まあ、それは本当に僕が作ってる音楽を聴いてくれて、向こうのスタッフの人たちがで、なんかそれで依頼が来たっていうのが、1曲2曲作る話なのかなとかってっていうのから入ったんですけど、なんか評判良かったみたいでアルバムまで第一印象って言ってもう3年ぐらい前になる、まだみんな中学生だったんですけど、僕がやってきたことって同世代と一緒に音楽やってきたことしかなかったので、もしか年が上とか、初めて自分よりもそんなに年下の子と一緒に音楽を作るなと思っていて、初めだからもう本当に試行錯誤ですよね、音楽以外のところで。なんで曲をプロデュース、サウンドプロデュースしてるじゃないですか。でサウンドプロデュースしてる人とこう歌えてって感じで、こう何か言ってもそう、はいはいはいみたいな感じだったんですよ。でこれなんか大変だなと思って、そのテンションで行くのつらいなと思って、もっとなんかそのはいがはーいになるように、なるべくこうフレンドリーにできればいいかなと思って初め考えていて、今はもうむしろ誰も緊張していない感じがすごいいいと思いますよ。普段まあ、レコーディングぐらいでしかちゃんと話さないんで、何の話してるのかな。なんかいつもみんなゲームやってますから、でも建築家とものすごい緩いレコーディング。3人に関して言うと、まあ、やってるジャンルとかもそうなんですけど、雰囲気とか3人の雰囲気とかもそうだし、なんかこうすっげえ
なんていうの、ディーバみたいな感じの、なんかこうすごい熱唱する感じじゃないし、そういう雰囲気を発声自体からも出ちゃダメだなとかって思っていて、でそういう緩い感じがいいかなと思ったんですよ。喋ってるそのままこう歌になってるみたいな、なるべくそういう風にしたくて、なんかレコーディングのたんびにもっとこうした方がいいですかとか、どうやったらいいですかとか言われるんですけど、まあ、とりあえず歌ってみて考えるって感じで毎回やってるん で気になるところがもしあったらちょっとずつ言っていくって感じで、基本は任せている感じですね。こう一人で歌ってかっこいい曲と3人今ユニゾンだったりコーラスだったり重なった時にかっこいい曲って結構違うんですよ。やっぱりなるべく3人いる意味のある曲にしようかなっていうのはすごく初めに考えてるところがあるんで、すごいたくさんコーラス入ったりする曲も多いし、あとは掛け合いですかね。一人だと絶対歌えないような曲、声が残っているところに別の声がさえ残ってくるみたいな編成のメロディーとかでよく作るんですけど、そういうのは考えて作ったりします。本人たちの雰囲気とか変化にも合わせつつ、あとは僕の変化もあるじゃないですか。多分ちょっとかっこよさみたいな部分は増えていくとは思います。エレクトロワールドとかは割と中では、アルバムの中では多分かっこいい系に入ると思うんですけど、そういう要素も入ったりとか、まあとりあえずアルバム1枚目完成おめでとうございますということで、まあ、僕作ってるんですけどまあこれからも気楽にやりましょう。よろしくお願いします。詳しい部分が、ね、人間味があることが分かったんじゃないかな、はい、これからもちょっと中田さんでね、やっていきたいですね、トップランナースペシャルインタビュー、 Perfume の楽曲を手掛ける中田泰孝さんにメンバー3人の声の特徴を聞きました。声が独特な、なんていうのかな、一人で喋ってても2人で喋ってるみたいな声してるんですよ。3人の中では一番滑舌が良くないんです。こう歌ってる時にもたったりするんですよ。そこが逆に良くて、なんかアクセントになるっていうか、そういう僕があんまり意図してないところを期待する歌い方ですよね。あーちゃんは声が基本的に伸びるので弦みたいな感じなんですよ。柔らかくて割と広がり感のある感じなんで、まあ、広げたくなるので声何個か重ねて横に振ったりしてとかっていう使い方もよくするんで、入ってきた瞬間に まろやかになるんですよね。一番声が多分まっすぐで割とパキッとしてるんですよね。こうあんまブレないっていうか、まっすぐなんですよね、歌い方が。なんかそういうところもあって、それぞれみんなこう違うじゃないですか。で重なるといわゆる例の声になるみたいな感じなんですけど。ありがとうございます。びっくりしました。中田さんが個人個人について喋ってるの初めて聞いたんですよ。今まで名前さえ覚えてもらってるかよく分かってなくて、多分名前知らないと思います。なんかやる気なかったですよね。すごい中田さん頭浮いてたのなんかいろいろね、帽子かぶってるの変だね。Perfumeの曲はやっぱり歌ってよりも音楽として受け止めた方が、そうですね、やっぱり声なんですけど、それも音として捉えてもらった方が、その歌詞の意味を
結構歌い上げちゃうとその意味だけしか捉えられないんですけど、うんうん、そうやって感情を込めないことによって聴いてる人のいろんな捉え方ができるっていうところが多分良さなんだと思います、うん、楽器の一部じゃないんですけど、うん、そうですね、そういうイメージですね。こう一つ の, なんかあの物語を提供するというよりは、うん、この曲で人それぞれいろいろ感じるものがあっていいと思うっていう考えなので、うん、だから聴く側がクリエイティブになれるんだよね、うん、パフュームの曲は聴く側がちゃんとイメージをこう膨らまして聴くことによってどんどん楽しくなっていくというかどんどん切なくなっていくっていう、ね、そうですね、うん、あと歌詞については、中田さんはあの歌詞がすごく世界観があって恋愛としても撮れるけど人生としても撮れたりとか、うん、幅広い、ね、二面性を持ってたり、うん、あとは君とか僕で表現してるからあの男の人も感情移入しやすかったりでも女の人の歌にも聞こえたりっていうのがすごくいろいろあって、うん、でも最近すごい話してるんですけど中田さんが女の子の気持ちを知りすぎなんですよなんでなんでこういうのが女の子好きなの分かってるのっていう、うん、私の斜め上とか優しく見下ろしてっていう斜め上とか男の人からって想像できないじゃないですか。普段生活してて女の人が斜め下にいるとか考えないのに、うん、そういう言葉を出してくるんですよね、うん、あとなんかこう全て満たされてないような詩が多くて、うん、なんか 100% 幸せでないような詩がたくさん多いんですよ、うん、だからそういうこう満たされてないちょっとなんか物足りないみたいなところがまたこうあのバッキバキのテクノ の,、うん、あのシャンシャン言ってる、うん、こうちょっと異空間な感じのところとまたマッチして、うん、こうなんかもう何でも OK みたいなのを忘れちゃうみたいなこうトランス状態みたいな感じに な,、うん、なるのかなと思って